えー、今朝のウトロ漁港、えー、曇っていて日差しもないため肌寒く感じます、あちらの防波堤の向こう側、私、先ほど見てきたんですけれども、海が時折白波が立っているのが確認できました、昨日より風が強いことが分かります。ままたた濃い霧も見られました 捜索は昨日と比べると難しくなっていると考えられますというのもオホーツク海側では今日風が強まる予想が出ています波もそれに伴って3メートルほどまで高くなるという予想も出ています、えー、この波や風の状況は事故が起きた23日土曜日と近いということなんですこの悪天候が予想される中 えー、海上保安庁はこれまで通り、えー、捜索を続けるということなんですけれどもこちら、漁港を見てみますと多くの漁船や観光船が止まったままなんです。えー、ここの漁港は えー、昨日までは午前6時前にはほとんどの船が漁港を捜索に協力するために出て行ってたんですけれども今はこの時間になっても多くの漁船観光船が港に止まったままの状態です、えー、悪天候が予想されているため地元漁師は今日明日の捜索への協力を見送ることにしています